EV プラスは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた、ハッチバック型の電気自動車である。GM の EV1 と同じく、カリフォルニア大気資源委員会のゼロエミッション車普及プログラムに対応する形で開発が行われた。300台の生産が計画され、主にアメリカカリフォルニア州でリース販売され、ニューヨーク州、日本、 スイスでも少数リース販売が行われた。同社で生産されていた小型ハッチバックのロゴとスタイルが酷似しており、ロゴと車体の大部分を共有しているように見られがちで、あるが、全高が高く、ボンネットやウィンドシールドの角度、ドア形状も異なる、プラットフォームから電気自動車に合わせた専用設計となっている。安全性も、 十分に考慮されており、日米の安全基準に適合する。パワーアイユニットは、独自開発の水冷 DC、ブラシレスモーターで、最高出力は 49kW、1700から 8750rpm、最大トルクは 275nm、0から 1700rpm、最高効率は96%、平均効率は90%である。変速機はなく、 原速比は一足固定。ニッケル水素電池を使用しており、充電器は車載で AC100V、AC200V AC に対応し、家庭でも充電可能である。アメリカでは充電にアベコン社のコンダクティブコネクターが用いられている。充電は回生ブレーキによっても行われる。エアコンはヒートポンプ式で、ヘッドランプは HID 式のプロジェクタータイプ。 これらのほか、カーオーディオや室内等などの伝送品には、通常の自動車と同様に走行22部位の鉛蓄電池を使用する。販売は36ヶ月のリース形式で行われた。料金はアメリカでは、月々455ドルで、メンテナンス、ロードサービス、保険費用など、すべて含む。リースではなく5万3000ドルの希望小売価格も示していたが、 実際販売されることはなかった日本では登録書費用、メンテナンス料等を含んで月々26万5千円で98年までに21台がリース販売された。形式は在地。一部のユーザーには数年の延長リースが実施されたが最終的には全車ホンダに返却され大半が解体された。一部車体は ホンダ FCX 実験者のベースとして利用された1998年度の環境保全活動実績。ありがとうございます。